おはこんにちは。ちょ抹茶ギリギリやけど許したね。いろいろやることがあったのですよ。なんかめっちゃいい匂いするし。今日は何ですか。あ、今から西山の公園ですよ。あの西山の公園というか西山の生誕祭です。どんな誰からのお手紙なんでしょうかね。気になるねそう、生誕祭です。皆さんいっぱい西山の応援をお祝いしてあげてくださいね。家にいっぱいペンライトがあるよって方とか、もう持ってきてくれてる方は、あやみと西山、おしめんと西山のペンライト持ってあげてください。でも西山の推しの方はもう西山と西山4本持ちましょう。いっぱい、もう4本、22でも持って、もう赤と黄色と赤と黄色持ってください。はい、フフフ公園から帰宅しました。めちゃ楽しい。あ、私のあれ、あやみが描いたやつだったんですか。何ですか。あのね、すごいんですよ本当に。私もこれもめっちゃ皆さんに見てほしいものがあって、これはまあちょっとまあ内緒なんですけど、なんかチラチラ、なんかチラチラ見られてたんですよ今。ラーメンの花束、やばいやば食べちゃいそう。にしゅうまラーメン好きすぎて。レイヤがもう生誕でワクワクしてるよ。ちなみにレイヤの生誕も出させていただきます。もうね、2回生誕連続で生誕ですよ。私もそう、あの私の時も自分の生誕の次の世代交代はリオピの生誕祭でした。近いからね私たち。ラーメンはみなり派、塩派です。塩ラーメン派。あとね、今日ねお見送り会かなでね、リープハイっていうまあ、アミが好きな曲のねポーズをしてくださった方って、失礼します。それ、あ、主役だわ主役だわ本日の日ゆめちゃんかわいい。いや、ポーズ大変なことになってるありがとう、お願いします。頑張ってね。うん、ありがとう。って言っても雨も出んねんけど、何分できる？15分かな。もうラップやけ。もや、やばい、失礼します。あら、かわいいみそらちゃんの声がする。西池な、マジで生誕祭めっちゃラーメンみたいでよかった。豚骨こってり、あ、こってりもいいよな。なんかでも人によるなんか塩ラーメンがはなんかいつでも食べれるやん。でもこってりって重いものを食べれるときしか食べられへんやんか。でもたまにめっちゃこってりが食べたくなるときがある、うん、あと何話そうとしてたかみ、ね札幌一番しょ、え、わかる。やばい、ちょっと麺が固めが好きなんよ。ラーメン屋さんで麺を調節できるときはちょい型にしてる。ちょい硬やったらさ、なんかもう硬いのも美味しいし、ちょっとなんか、ね、麺伸びちゃっても普通ぐらいになるからちょうどいいよね。あ、そう。あ、そう。何ですか？ラーメン屋の店長だらけの劇場内装。やば。あー、確かに西家のねラーメン屋さんの。伸びた麺とかかどんな頃から好きだ。え、あみ伸びた麺苦手なんですよね。からしかもいつもあやみは
あのラーメンとかインスタント系は2分あの大体3分じゃないですか。私はちょっとお湯少なめの2分半にしてます。じゃないとなんかもうボヨボヨすぎて食べられへん。なんかさラーメンとかってさ汁入れてる間になんかアラーム鳴って止めてそのラーメンの場所に行くまでに結構時間かかるじゃないですか。その間に麺なんかブヨブヨになっちゃうから針金っての食べたけどあんまり硬くなかった。あれ硬いの想像しすぎたんかな。今のは誰だと思い出すか。どんだけ広い。じゃあゆっくりしちゃうねん。アラームが鳴りました。あ、止める、立ち上がる、あ歩く、開ける、あ、お箸忘れた、ちょっと取る、戻る、混ぜる。あ、そう、内股さんです、今のは。そう、足バタバタ足バタバタしながら走ってきたよ、内股さん。内股で、あ、そうで、そう、あの忘れとったことを思い出しました。ですね、あやみが好きなアイドルグループのオーディションのテーマソングのポーズを今日してくださったんですよ。でそのオーディションみさらちゃんも見てて、あやみとみさらちゃんの時だけしてくれたので私はもうすぐ分かりました。ポーズをしてて、あ、これで、で結構さ、これをしてて結構さ、このポーズあるじゃないですか。なんか稲妻もそれ。だけどみんなにしてるわけじゃなくて、あやみとみさえちゃんだけにしてくれたんですよ。これはもうこの共通点もあれしかないだろうって思って。結構危ない危ない。もうこれは私が好きすぎるので、もうこれは言いたくて仕方がなかった。嬉しいんですよね。その私が結構ショールームとかでこれ見てるんです、大好きなんですって言ってるやつだったので、なんか騒がしくなったよ。今日さ、あのさ、なんか靴下にさゴムがついてるからめっちゃ締められてる。カメラアウトにしますよ。めっちゃチラチラ見てる。しちゃえばしとけばよかったな。めっちゃ下からのカメラやけど。そろそろ終わらないと。マネージャーさんがチラチラ見てくるんですよ。早く終わるのと普通にやばい、時間がやばい、ちょっとやばいよ。やりたいなんけどね、いっぱい。でもこの調子で終われば2位キープしたままいけるかなって感じ。違うとこから来た。靴下一旦下げます。これも喜ぶ、頑張る。めっちゃ揺れた、めっちゃ揺れた。え、マジで私はもうすごく楽しみ。揺れるのよ、いつもの揺れる、
つもの揺れるさ、あのスマホのスタンドだから、酔うよね、ごめん。そうそう、マイクもつけんといかんけど。ラーメン食べた。ラーメンね、ラーメン負けたじゃんけん。新人枠 NNB って旧規制の NNB のファンの方がたくさん応援してくださるおかげですよ、本当にありがとうございます。だって、え、だってさ、今1位2位3位みんな NNB やろ、新人枠。そう、負けたんけど、ラーメンのじゃんけん。でも他のやつもめっちゃ美味しくて、あんかけチャーハン、なんかチャーハンみたいな。これがそう、これが最後の配信になるね、もう。え、そう、じゃんけん買っとったら辛いのやったからさ、よかった、負けてて。で、分からんかったよ、ただのラーメンやと思ってて、担々麺って知らんくてさ。やけど、まあ辛かったらしい。二重辛いって言ってたけど、全部完食してた。全部食べてたよ、すごい。高菜ラーメンと、うん、高菜は違う、西村担々麺とちゃんぽん。なんか辛いかったからインスタントラーメン持ってきてくださって、チカシゲさんが、チカシゲさんが。それで結果ほら、そう、負けたけど辛いのやったし、食べたもん美味しいやつやったからよかった、普通に。あー、最後ね、最後、王さん。だから先週新潟で食べた日産食堂のお土産、お味噌ラーメン食べながら、それで DM もね、ぜひ見てください。ラーメン、そう、あの今日配信の方はぜひね、ラーメンと DMM でラーメン食べながら DNA 見て、 DNA ちゃうわ、 DMM 見てください。10分前になった、あと1分2分で多分30分、15分やと思う。16分ぐらいから始めたんよ。待って、これテロップ出してんと、もしかしてさ、西島、そう、そう、ぜひ皆さん、もう混ぜそば、あ、まあラーメンやからき、おきろけ麺やけど、うちは振ります、振って。配信の方はラーメン食べながら配信見てください。で、劇場で足を運んでくださる方は西山のペンライトプラス推しのペンライト。だから西山、西山でもいいし、西山あやみでもいいし、西山誰かでもいい、大丈夫です。西山のファンの方はもう西山2人いました、2人と、うちは挟んでここにこうやって、待って、来週は当てて見に来るね。ぜひ、レンヤの生誕祭。来週も生誕祭。あと2分。あと2分ぐらいか。頑張れ。やばい。よりおかしくなる。あかん、もうこっちで読んで、ここでうちはやな。こうやって振ってね、みたいな。悩みの場合、これで、え ?1、2、1、2、3。あ、こうや。あにゃあにゃ、マイクつけるよ、みちゃんだね。そう、あのギリギリなんです。あ、そう、そしたら誕生日呼んだらいい感じに終わるかも。みちゃんだ、ははは。マイクもう俺つけちゃうね。うん、13位夏尾大佐学級さん、ありがとうございます。12位山さん、ありがとうございます。11位おでん屋さん、ありがとうございます。10位やしちさん、ありがとうございます。9位さうきさん、さおきさん、ありがとうございます。8位桜の絵文字の方、ありがとうございます。7位キャンちゃんさん、ありがとうございます。6位高松さん、ありがとうございます。5位柳さん、ありがとうございます。4位田島さん、ありがとうございます。3位ブローズさん、ありがとうございます。2位まさのんさん、ありがとうございます。そして1位むいちゅうさんでした、ありがとうございます。やばい、嫁の携帯バグってむいちゅうさんいない。味噌ラーメン、だから味噌ラーメンだね。なんかめっちゃ可愛かった。私味噌ちゃん、15分経ったかな、やばい、ちょっと時間がやばい。あなたです、ありがとうございます。チュインテル、待って、やばい、味噌ラーメン、やばいよ、やばいよ。終わった、終わった、あ、
ありがとうございました。よりこもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。明日もよろしくお願いします。バイバイ。明日は7時。